ブギウギ第85回あらすじ。三鷹の自宅にて愛助からの病状を知らせる手紙に目を通す鈴子。そこには徐々に良くなっていて出産予定日までには帰れるだろうと書いてありました。鈴子は愛助が少しでも早く元気になれるよう懸命に祈るのでした。大阪療養所にて一刻も早く鈴子のもとへ帰りたいと療養を続けていた愛助。しかし手紙で知らせた内容とは違い、病状はとても悪化していました。愛助は看病に通う母富に、自分はもう助からないのだろうと尋ねます。そして鈴子への思いを訴えました。そんな愛助を富は叱咤激励するのでした。あんたが病気を治したら何でも言うこと聞いたるわ。数日後のこと、ついに鈴子の陣痛が始まりました。愛助に会えないままでしたが、絶対にお腹の子を無事に産まなければと必死です。同じ頃、マネージャー山下と村山工業の東京支社長坂口は、大阪にいる社長秘書室長矢崎から緊急連絡を受けていたのでした。ブギウギ18週第85は2月1日予告感想まとめ。財助くんは嘘をつき続けるあすずこちゃんに嘘をつく愛助を見て泣きそうになりました。しかし手紙の内容が本当ではないと薄々と感じているのでしょうね。と良くなりつつあると書いてあるにもかかわらず、東京には帰ってこられないのですから、鈴子ちゃんの中で疑う気持ちと信じたい気持ちが入り混じる複雑なシーンになるのではないかと想像しています。また出産を控えた鈴子ちゃんの体を思って手紙に嘘を書き続ける愛助くん、しかも本人はもう良くならないと察してるのですから、朝ドラファンの胸が締め付けられることは必至です。そういえば愛女くんが鈴子ちゃんを箱根旅行へ誘うときにこんなセリフを言っていました。何年この病気と付き合うてる思うね。自分の体は自分が一番よう分かってるわ。これが悲しい伏線となり、これから回収されることになるのかもと心配しています。同時に最愛の息子から辛い質問をされる母富さんの気持ちを思うとたまりません。しかも富さんはこれまでにも愛女くん以外の子供を次々と亡くしています。愛助くんから酷な問いかけをされた時、富さんはどんな対応をするのかにも注目です。鈴子ちゃん、愛助くん、富さんがそれぞれに切ない思いを抱えて描かれる第85話、朝ドラファンはどのキャラクターの気持ちになってもハンカチが手放せない涙腺崩壊の回になりそうです。矢崎さんからの緊急連絡は第85話の展開を考えると悪い想像しかできません。そんな中で陣痛を迎える鈴子ちゃんが元気な子供を産む姿だけでも見られたらと願っています。以上、ブギウギ18週85話のネタバレあらすじ予告でした。